立てさ。ああ、遅くなって悪かったな。あんた、こんなことしたら。やばいだろうな。だがもう遅い。逃げるぞ、キリュウ。やっちまったか。すまない、ダデさ。ま、どちらにしてもクビだったんだ。遅かれ早かれな。それより、この事件、思っていたよりも根が深そうだぜ。何か分かったのか。ああ。これ、覚えてるか。遥をスターダストに連れ込んだ連中のバッジだ。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ。内閣府の地下組織 MIA ってのがな。 MIA ミニストリーインテリジェンスエージェンシー。内閣が直接指揮を取る部隊だ。政治の裏工作から要人の護衛、責任者は警察庁出身の代議士神宮って男だ。こいつが100億や遥とどう絡んでくるかわからんがな。政治家か。ラウカーロンが気になることを言っていた。遥には100億以外の価値があると。100億以外の。ああ、どういうことかわからんが、もう一つとっておきの情報がある。東京湾の死体だが、あれ水木じゃない。え、鑑識で身元が判明したんだ。全くの別人だったよ。はっきりした証拠もある。博多だ。じゃあお母さんはまだ。そうだ、まだどっかで生きてるってことだな。あ、遥か、俺はユミオ、お前は水木を探している。だがどんな危険があっても俺がお前を守る。必ず母さんに会わせてやるからな。どうした。ショー出てくる時につけられてたみたいだ。何、もしかするとジャカの連中かもしれない。くそ、仕方ない。キリュウ、お前はそいつで奴らの足止めをしてくれ。分かった。分かった。
バカでゲドリだぞ。くそ。いるんじゃねえか。おう組長さんよ、またしのぎ広げることになったからよ、金使わせてもらうぜ。おいこら聞いてんのか、こっちがせっかく動いてやるって言ってんだぞ。てめえいい加減にしとけよ。返事もできねえのか。はあのな、おめえはどこまで下手なんだよ。ったく、まだ連れのキリヌが根性あったぜ。まあ、奴がやっちまったことはまずいっちゃまずいとしても、キリヌは…誰がヘタレだって？誰が桐生よりも根性がないんだって？
メイドの土産に教えてやる。堂島組長をやったのはこの俺だ。覚えとけ。同じじゃねえか。そうだ、そうだよ。とっくに道は決まっていたんだ。堂島を殺し桐生を見捨てたあの時から。やってやるよ。俺は必ずてっぺんに立ってやる。そのためなら何人だろうがぶっ殺してやる。そうだ、キリュウ、お前の携帯。ああ、すまない。シンジから伝言が入ってる。聞いてみろ。シンジです。さっき、錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん、花屋のところに行ってくれねえか。おお、お前無事だったか。どうした。一つ頼みがある。どういうことなんだ、キリュウ。もっと早く気がつくべきだった。歌堀のところに行った時、ニシキは俺宛に電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。ああ、それに水死体が水木じゃないなら、ペンダントの秘密は誰から。由美は失踪中、遥と錦山が接触したこともない。なら出るぞ、キリュウ。セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前まさか。そこだ、再生してくれ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。今キリちゃん出てったわ。なんか堀氏の、そう、歌堀。わかった。それじゃ。あのレイナが。嫌だよ、こんなの。キリュウ、お前がここに来る前、ハルカを探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ええ。この女だ。伊達さん、行こう、セレナ。